33分のところをダイジェスト版の、17分ぐらいですかね、はい、やってみたいと思います。私たち、いたずら中年と申します。ユニット名、新しく作りました。別に泥棒と借金取りじゃありません。今日は違うんです。この前はズラを忘れないと思って譜面台忘れたんですけど、今日は譜面台持ってきたらズラ忘れちゃって、ああそうか、っていうなんですけどね。いたずら中年っていうのは筑波の元でこうのびのび悠々自適に、いたずら少年が、そのまま大人になっちゃったらこんなになっちゃったっていう、ね、感じで漢字で書くと、悪いタワムレ、タワムレっていうのは、冗談みたいな感じで、冗談じゃないよね、冗談でやってんじゃねえよっていうんだけども、半分は本気でやってますから、ね、そこら辺をこうやっていただいて、5秒ぐらいやっていたいと思います。さっきもね、ちょっと初恋の歌、ね、すごいこのものして、初恋といえば、カルピス、甘くて酸っぱい、すごいな、すごいな、すごいな、行ってみたいと思います。カルピス大好きです。ほのじです。あなたは違う意味だよ。カルピスだよ。演劇が好きね。Yeah.
生懸命やってます。まだまだ2回目なんですけどね。素晴らしい。鍋さん、誰だよ。俺になりたい。子供を6人産まなきゃいけない。そうですね。あの子供大好きです。で、その、まあ、最終的には。さっきそれを返しなきゃいけない。Thank you.
ぶっ壊せぶっ壊せ。というわけでね、もうダイジェスト中のダイジェストで、おお、素晴らしいですけども、じゃあ、今日最後の曲となりました。そうですね、はい、ライブを2回しかやってないのに、ザ・ダイジェストがある。そうですね。頑張らなくていいんだよ。
ジェフをジェフじゃジェフィ。お疲れ様です。